俺は木下和也、20歳。ちなみに彼女はいる。ごめん、他に好きな人できちゃった。別れよ。振られて落ち込む俺の前に現れたのは、はじめまして、水原千鶴と言います。レンタル彼女。私はこの仕事好きだよ。水原、彼女だ。よろしくお願いします。うん、水原千鶴はレンタル彼女。本当に好きになるなんて許されない相手。でもやっぱり嫌だったよな、こんなクズの彼女なんて。これが私の仕事、楽しかった。またね、運命なんて言えない。ハロー、カズくん。俺、本当はまだマミちゃんのこと。私、カズヤくんのことが好きなんです。ごめん。あいつ、悪いやつじゃねえんだよ。きっとあんたのこと最後は幸せにしてくれると思う。カズヤくん、カズヤさん、カズくん、カズヤくん、彼女お借りします。ところでお主ら、もうセックスはしたのか？